皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。8月5日になりましたね。暑い日が続いてますけれども、皆さん、熱中症には十分気をつけてくださいね。えっと、今回はですね、えー、メール相談であった質問について回答したいと思います。MBA は転職に有利なんですかというような質問ですね。まあ、これはメール相談だけではなく、対面の MBA 相談でも非常に多いんですけれども、あまあ、これについてちょっと回答したいと思います。 特に私費で行かれる方はね、会社辞めていくわけですから、転職に有利かどうかということをとても気になるかなというふうに思います。まあ、これについて回答するとですね、ん、まあ、人によるというとこかなと思います。まあ、それじゃあね、意味ない回答になってないじゃないかというふうに思うかもしれないんですけれども、えー、まあ、要はですね、えー、その転職する際に、 まあ当たり前ですけど、転職先が必要とするスキルがあるかどうかというようなところ、それをしっかり MBA で身につけたかどうかというようなところですね。まあその能力は何かということで、え二、ー、つなんですけれども、一つはコミュニケーション能力、そしてもう一つはあーリーダーシップ能力。この二つですね。えー、なんかね、なんだよくよく、よく聞く台だなと。 つまんないなというふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、これに関しては、やっぱりよく聞くセリフだからこそ、本当だというふうな理解をしてもらえたらなと思います。まあ、コミュニケーション能力とリーダーシップ能力、この2つに共通,共通することは、えー、将来決して、えー、コンピューターとか AI とかに取って代わられるようなあ能力ではないと。 よくなんかウェブサイトで調べるとあの将来なくなってしまう仕事令和時代にはなくなってしまう仕事リストみたいのがねあのー、なんかあるかと思うんですけどまあなんか例えばなんかねデータ入力をするような仕事だとか、まあ、要はこうまあこれからどんどんねオートメーション化していって、えー、全部 コンピューターがやるようになると、人がやると仕事が減っていくんですよね。その中で、いくら頑張っても、いくらね、あの、AI とか、IT の技術が発達しても、最後まで人間に残る仕事。これがですね、コミュニケーションとリーダーシップなんですね。だからこれさえしっかりと MBA で身につければ、あの、取って代わられることがないと。 転職に有利というようなことが言えるかなと思います。まあ、コミュニケーション能力といってもね、えー、すごい漠然としていて、分かりにくいなというふうに思うかもしれないんですけれども、まあ、要は人に分かりやすく伝える能力ですね。 まあね、こんなこと言ってる私もね、えー、このラジオ過去から聞いてもらってわかるかと思うんですけども、まあ、実そんなに得意じゃないとね、私もすごくね、周り黒い言い方したいだとか、噛んだりとかあ、同じこと何回も繰り返したりとか、そういうとこ指摘されるん。 ですけれども、まあね、徐々に改善していこうかなというふうには思ってるんですけどね。えー、わかりやすく伝える能力。特に MBA とかだと、ダイバーシティのあるクラスメイトがいっぱいいますよね。いろんな国籍、いろんな、えー、背景、バックグラウンド、いろんな業界の人、いろんなね、えー、育った環境が違うような人。まあそんな人たちに自分のアイディアをしっかりとわかりやすく伝える。これはですね、えー、 コンピュータ特にね、えー、新しいこれからのね、えー、組織というのは、本当にトップからあ末端まで、しっかりと一貫したかい考えというものをですね、えー、社内全体に行き渡せるということが非常に大切なんですね。そういった意味で、コミュニケーション、上の人の考えを下にきっちりと伝える能力。 下の人の考えを上にきっちりと伝える能力。これが必要になってきています。そして、こういった能力が必要だとを、ね、しっかり理解している企業が、やっぱり伸びてくると思いますので、そういった能力を身につけておいてですね、それを必要としている企業があれば、あまあ、そこで頑張っていくと。そうすると、会社も伸びていくんじゃないかなと。 まあ単純ではあるんですけども、まあそういったことが言えるかなと思います。で、もう一つはリーダーシップですね。えー、今ね、リーダーが非常にね、不足してます。特に日本人のリーダーはすごい不足してるんですね。えー、部下とかメンバーのモチベーションを高めて、えー、一丸となって一つの目標をチームで何かをやり遂げるという能力。これはですね、えー、まあ日本、 もうそうですけども、もこれからの新しい組織には必要なんですね。でもそういったものが不足しているということ。これはさすがにね、えー、ロボットとかにとって変わられることはまだないかなと思います。我々が生きているうちは、まあ、どうですかね、えー。ないかも、ないかなと思うので、これもね、パソコンとかにはとって変わられる能力ではないですからね。 でこのリーダーシップ能力っていうのはやっぱり MBA ではね、め、えー、ちゃくちゃ鍛えられるところではあります。やっぱりいろんなクラスメイトおート、ね、それからそういったところでこう実際にグループアスクとか通じてリーダーシップを身につけることになるし、えー、学術的にしっかりリーダーシップとはということで学んでいくということになりますから、えーね、そこをしっかりと身につけるというところですね。なのでこれから あの、MBA をやられる方、転職に有利なスキルを身につけたいと思う方は、このコミュニケーション能力とリーダーシップ能力、この二つをですね、意識して身につけなきゃいけないかなと思います。まあ、もちろんこういったカルキュラム、MBA のね、ビジネススクールでしっかりと用意されてはいるんですけれども、意識してそこを取っていかないとなかなか習得することができるというものではないので、 そこは十分気をつけてねやってもらえたらなというふうに思います。ということで本日は以上になります。また次回ですね有益な情報いろいろお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。